いやでもね、弊社にはやっぱりその喋りの達人鈴村さん、もう達人しかいないですね。ね、桜井さん、そして中村さん、なんて層が厚いのでしょう。最強すぎる男性陣が揃ってるのでね。そう、三方ね。いやいやいや、すごいですね。質問したらいろいろ三者三様のなんかアドバイスが出てきそう。ね、聞いてみたいですね。ねえ、聞くなんて恐ろしくて聞けないですけど。